えー、最後ですね、雑談3つ目ですね。あの、ジブリパークの話をします。 2022年を目標にです、ね、愛知県の愛・地球博記念公園に開業予定のジブリパークです、ね。愛知県とスタジオジブリにです、ね、あの中日新聞社この3つの会組織がです、ね、合同でやるそうなんですけども、えー、愛知県はジブリパークに必要な設備を提供しスタジオジブリはデザインなどの作成および事業全体の企画監修です、ね、中日新聞社はジブリパークの管理運営を行う。 で、えー、ジブリパックの管理運営を行うことを目的とする新たな運営会社を中日新聞とスタジオジブリが共に設立するそうです。 テーマパークではなくて公園に近いんですね。埼玉県の飯能にあるムーミンパークと同じようにですね広大な敷地の自然を利用した地形の中に所々建物があるようなタイプですだからジブリ博物館ジブリ美術館を拡張したような感じになるんですけどもあのスタジオジブリと別会社でですね中日新聞と一緒に運営会社を作るというのが、ね、こ,この報道のポイントであってですねこれはもう宮崎駿を外しなんですねつまり、あのー これあの鈴木プロデューサー自身があの報道で言ってるんですけど宮崎駿と会うたびにどうしてこういうことになったんだろうと質問を投げかけられる、えー、実際宮崎駿監督はえ意、えー、新作映画を制作中だが一方でジブリパークのことが心配でしょうがないというまた宮崎駿鈴木はそんな宮崎監督を人が何かやっているとほっとけないものすごくおせっかいじじいというふうに言ってるというふうに報道されていますあのどうしてこういうことになったんだろうというのはですね、えー、まあまあ前にも話したこれは 終的疑問というやつで,です、ねあの、どうしてこういうことになったんだろうと疑問に思っているわけではないんですよね。こんなことが許せるはずがないと宮崎駿が言ってですねもし許せるとしたら俺がちょっと思った通りにやるんだったらいいというですねあの皆さんは僕の昔の映像で見たことがあるかなあのアーシュラ系ルグインのところにですね自分の息子宮崎五郎がですねゲド戦記をアニメに作るときに言ったときにですねあんなやつにゲド戦記が作れるはずがないと原作 の前で散々演説をしたとまたく同じ状況が、今起きては、ねえー、なのであの鈴木さんの証言まだ続きますジブリパークは宮崎駿長男の宮崎五郎が一生懸命頑張ってるんですけどそれを温かく見守る人ではありませんああでもないこうでもないとすぐに口を出すと、えー、三鷹の森ジブリ美術館で繰り広げられた早と五郎の攻防を上げながら語ったというふうに言ってるんですけどですねこれね なんでこう別会社にしたのかっていうとジブリパークに口出し始めたら映画がもうできなくなるのが見えてるからなんですよね。でそれよりはあの 息子の五郎はですねあのジブリ美術館を完成させたんだから今後はそっちに集中してもらった方がいいんですよ。<laughs> っていうのはやっぱり宮崎駿が新作作ってないとスタジオジブリとか鈴木敏夫の影響力ってどん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 小さくなっちゃうんですね。でもう元もう今あの邦画アニメのですね売り上げナンバーワンは新海誠に奪われてしまってですね。 テレビの中でも小さくなってきてるんですね。で、今年の秋にハリウッドで映画博物館ができた時にですね、大々的に宮崎吾郎あの、宮崎駿店があるのでですね、なんとか映画完成の、宮崎駿の映画完成と言われてる2020年まで、このジブリの影響力というのを繋ぎたいところなんですよ。で、<laughs> やっっぱ面白かったのこのは、こロゴマークなんです、ね、ジブリパークでこのロゴパーク、えーとですね、報道によるとです、ねえー、ロゴマークは宮崎監督と鈴木プロデューサーの共作、共同作品だと、ジブリの部分は宮崎監督がかなり前に作ったもので、パークの部分を鈴木プロデューサーが宮崎監督の真似をしながら新たに付け加えたとうう言ってるんですけど、こういうのを僕は共作とは言わないと思うんですね、こういうのは偽物っていうと思うんですけども。<laughs> <laughs> だいぶ前に宮崎駿が書いたものに、本当だったらこれ宮崎駿が書くべきことなんだけども、いや、やっぱ相変わらず絶対やらないっていうかですね、これをやらせると偉いことになると思ってですね、自分で勝手にこんなの俺だって描けるよと言って、マ <laughs> ークの部分書いて、それを共作と言い張る、その鈴木敏夫のですね、口先サンズの素晴らしさですね、本当にあの、なんていうのかな、プロデューサーとしては超一流、人 人間としては、もうう流の人だと思うんですけどですねすごいな面白いな <laughs> こんなねどっちにしてもですね僕はジブリパークには行くと思いますし息子がやってんだから息子の宮崎五郎がやってんだからジブリ美術館と同じですねレベルの高い展示になるんですよねあのね息子宮崎五郎ってやっぱねどう考えてもアニメよりね あの、美術館とかテーマパークの方が向いてるんですよ。で、なんでかっていうと、完成させて、その完成度を見られるようなものではなくて、永遠に完成せずにずっと手を加えて改良し続けるという博物館の方が、宮崎五郎の才能を生かす方向になってる。そっちの方に才能を感じます。えー、応援してますのでですね、ぜひ2022年までに作ってください。えー、頑張ってください。ね。さてさて。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。